企業などから寄付されたカレンダーを販売する毎年恒例のチャリティーバザーがイオンモール大和郡山で開かれています。これは県共同募金会が赤い羽歳末助け合い運動の一環として毎年行っている取り組みで、今年は県内外の33の企業などから合わせておよそ7400部のカレンダーが提供されました。美しい風景や動物などが描かれたカレンダーのほか、手帳なども並んでいて、訪れた人たちは自宅などで使うものや贈り物にしようと目当てのカレンダーを選んでいました。カレンダーの売り上げは全額が寄付金として障害のある人などへの支援を行う民間団体で役立てられます。毎年このバザーを楽しみにされている方もたくさんいらっしゃいます。バザー続きますので、ぜひたくさんの方にご来場いただきたいと思っています。このチャリティーバザーは明日までイオンモール大和郡山で開かれ、その後橿原市や奈良市でも開かれる予定です。